はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もスターウォーズバトルフロントドロップゾーンっていうよくわかんないモードやってきます。このモードはなんだろうな、なんかアイテムが投下されるからそれを確保して守るみたいなものかな。前回からいろいろ学んだことがあって、武器はオーバーヒートした後にタイミングよくリロードボタンを押すと一瞬でリロードができると、あとちょっともう一つめちゃめちゃ強いこのスナイパーライフルみたいなものを手に入れてしまって、これめちゃめちゃ強くてもうちょっと修正待ったなしな武器であると。いや、まあパソコンだからかな。あー、でポットあっちにあるんだ、味方いた。どうした。とまあこんな感じに、これは強すぎだろっていうぐらいのダメージをまず一発で90近く与えられると。そしてあとは手持ちの武器で倒しちゃうと。これは強すぎる。そして7秒待てばまたこの武器は復活する。今敵いたな、倒した強すぎるいいのかこれは。これで何かやって確保、味方やった。したいか。とりあえずこれで守ってディフェンド。敵ね、もう少しだな。何してん味方外した。出てスナイパーライフル、よし倒した。強すぎる、本当に強いな。あ、でこのメインウェポンはまた前回とは違った武器を使ってます。なんかマシンピストルみたいな、敵が使っていた武器かな。今敵いた。おお、すごい、これは強いな。おっと、敵も同じ武器だ。今のは痛い。どこ行った、外した、逃げる。倒した。さあスナイパーライフル、味方やった。まだ他にもゲーム内クレジットでグレネードとかも装備できるので、もうちょっと貯めていこう。今とりあえずこのスナイパーライフル一丁倒した。強すぎる本当に強い。これでいいのか。敵ね、あっちか、見えないな。結構リスポンはちょっとバランスがまだいいとは言えないこのベータ。お、もう確保したか、外したな。あっちにいるぞ、倒しに行こう。味方やった、ボコボコいた。うん、外した、青やられてしまった。リスポーンして、さあディフェンド OK、キャッチャー、んどこ、スナイパーライフル外した。うん、倒せない、スナイパーライフル外したまずい、後ろだ、やられた。さあ湧いて、さあもう一丁スナイパー、さっきこっちの方にいたと思うんだけど、もういない、いない、いたな今。ああ、アシスト、おお、倒した。あ、失敗、オーバーヒートの処理を失敗した。ちょっとやってみようか。あ、できる、
こうやって前段打って、こうなった時でこの黄色のゲージで R を押すともうリロード完了と、こうやってオーバーヒートの処理をする。でエスケープポット味方やった。次はどこに行こうかだ。今いた、一人やって、あいつもやりたい、行っちゃったな、味方やった、いいね。さあ確保確保、あ待って敵いるぞ。おスナイパー外したけど倒した。さあポットを守る、外した、倒してガード、あ失敗、まずい、うん逃げられた、味方がありがたい、スナイパーライフル、あーダメだな、ライフ10でもやっぱり一発で確実にライフ90は削れる、スナイパーレフル。さあもう一丁スナイパーライフで、さあもっとポット守ろう、今4対0か、圧勝。来てどこ、味方やった、いない、味方が守ってる。ちょっと敵の色がオレンジというかオレンジと黄色の中間みたいな色してるからちょっと見づらいんだよな。こっちにいる、いない、どこからリスポーンしてるんだろう、こっちか、どこにいる、味方やった、あっちのドロップアイテムは任せて、お勝った勝ったいやとまあこんな感じでドロップゾーンをスナイパーライフル使ってやってみました。スナイパーライフルが本当に強いので、今ベータやってる人使ってみたらどうでしょうか。じゃあこんなところで、はい、ご視聴ありがとうございました。